私が作らさせていただいた今回のリトマスの新しい衣装になります。イエーイイエーイ私の衣装は T シャツをここでカットして袖をね、こう切っててなんかね、よくわからん穴開けるやつでねカチンカチンカチンやってね、リボンをキュッキュッってやったあと、後ろ側にもリボンがあってミオの好きな色で統一した衣装です。そしてこちらが、あれ見えないこちらなんか、あ、ちょっと後ろ向いてもらおうか。一周一周なんで、こういう感じでなんかジーンズ素材の紐をここ、なんていうヒュヒュヒュってやった衣装です。全然伝わらんでもすごい時間がかかったんですよ。結構ほぼ半日以上は多分この衣装にかけてひたすら作ってました。そんな新衣装で歌いたいと思います。聴いてください、光。Make it.
言ってさ、アレンジ聞きすぎて俺ついていくのに必死。ごめんなさい、歌詞を忘れちゃって急遽アレンジで歌っちゃいました。あのね、飛んじゃってね、私今どこ歌ってるんだろうってなっちゃって、さっきね、なごみちゃんの子生誕祭やっててすごいなと思って、18歳、1個年下だけど若いと思って、これがね、いろいろあるんだなと思って、このね、高校生卒業してからの1年がね大事。私みたいにこんなね、ろくに働かず生きてるとね、ダメな子になるから、ほんとちゃんとした人になるでしょうけど、なんてほしい。大丈夫です。そっと聞こえた。なんとも言えない。こんなことしない。言わないで。いつも食べて寝て食べて寝て。たまに歌う。それが私の生活リズム。これをなんていうか、俗に言うなんていうか知ってますか。知らない。何？そんな名前ないよな。透明人間なんだよ。そんなことないもん。動けよちゃんと。動けるよ。ライブではちゃんとこうやって動くんですけど、普段こう。練習の時は私なるべく動かずに最小限の体力を使って練習してるんですよ。でライブ本番で急にやっちゃうから、次の日全身筋肉痛とか、もう飛び跳ねてる時にもう歌いながらって息がさ、もう耐えれんなったりするんですけど、あの多分耳障りな歌が聞こえてるの思うんですけど、我慢してください。それではみんな、そんな思ったことないですよね、まず。あ、優しい、ありがとう、大好き。それではね、押したらほら怒られるから、もういつもね、ほんと喋りすぎって怒られるんで、ほんとネタばっかりしに来てしまうので、ちゃんと歌も聴かせに行きたいと思います。2曲目、聴かせに行きたいと言いながら盛り上がりに行きたいと思います。聴いてください、走れ。Let's go!
なんだっけイノシシイノシシですね。じゃあ今年年女だそうです。おー12歳です。あれあれ12歳です。よろしくお願いします。近くで見ちゃいかんの。こうフィルターをかけたら確かに12歳皆さん12歳でよろしくお願いします。実はねライブリトマスとしては初めてなんですけど、はい、去年の2月に私の高校卒業のライブの時に大学卒業生として卒業ライブに出てもらったんですよ。はい、だからライブに慣れてると信じとくので皆さん皆さんの声援が多分一番大事だと思うので支えてあげてください。それではキコちゃんソロでお願いします。はい、はい、お願いします。追ってほしい。あ、違う、どうした。大丈夫、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 大丈夫。はい、はい、では先ほど紹介いただきました、リトマス研究生のキコと申します。よろしくお願いいたします。はい、まあ12歳ということで少々トーンが当たっておりますが、ぜひ最後まで聞いていっていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。
と言わずに6キロダイエットしたいと思います。おお、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あの、一つ余談を挟んでいいですか。こちらのキコちゃん、私にミオンちゃん、私痩せるからねって言いながらマックのポテトずっと食べてるんですよこいつ絶対痩せねえと思って絶対まだ5キロ太って、来年には10キロ太りましたって言いそうよ。ポテト食べながら決心した怪しい。あの、こんな感じで真面目そうに取り繕ってるんですが中身は抜けまくってるキコちゃんです。よろしくお願いします。これから出ると思うんで皆さん、あの、応援お願いします。お願いしますそのうち多分これ排除されるでしょう大事な、大事なことあるんではい、じゃあ次ですね。そうですね、はい、じゃあ次の曲を弾いていただければと思います。曲は何ですか。ミワさんの、Don't Cry Anymore っていう曲ですね。これはうちのボーカルに勝負、挑戦状だね取られた私の持ち歌取られた申し訳ない。歌が減ってもうた、数少ない中で絞り出してるよ。毎回使う歌がない、もう前回と同じ歌でいくしかないと思って新しい歌を開拓すればするほどライブで間違っていくっていう、だから歌詞を間違えるのが逆に怖くて新しい歌ができないから私の持ち歌を減らさないでください歌ってみる、歌ってみる、ね、期待してるよ、はい、歌ってみたいじゃあ行ってみましょうか。はい、お願いします。カポは2でしょ。え、そんな下げる、これでいく。あれ2じゃなかった。クソ低くなるでいける、低くなるけど、たまさっきの元気で、あれ元気でやっちゃう。もう一回聞かせてえ、ここだ。下げる、下げようか、うん、よし、ここでいく。あれ何キー、あれあれ、声出してもらって構いませんかね。最初の音がこれ。困った。気を取り直して、何の曲でしたっけ。ミヤさんのはい、ドンクライエニモアやってみます。いきますよ、はい、はい、
呼んでください。
私目がちょっと悪いので皆さんのこう顔が見えないので目を見ながら届けるということは無理かもしれませんが、私の声を皆さんの耳に、皆さんの全員の耳に届けたいと思いながら歌ってます。これからも頑張っていきますので、皆さんリトマスどうかよろしくお願いします。リトマスありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これ、外しながら歌ったらいいかな。ほんとね、さっきも言ったでしょ、私がさ、本気で歌いたい時に限って邪魔してくるんですよ。真剣に歌ってるから、その真剣さに胸を打たれて、ちゃんと。また。それでは皆さん、本当に本当に最後の曲になります。聴いてください。続く永遠まで。Yeah.
笑ってこい。